3月5日朝5時17分の相場解説になります。今日は1時間だけ見てやっていきますね。どうもね、世界的なブームの例のウイルスのおかげでですね、こちらの FX 相場もかなりですね荒れて始めるんではないかなと思ってますけども、その一つが昨日現れました FRB の緊急利下げに関しまして、ニューヨーク平均株価はね、300円400円ぐらい反発して上昇したんですけども、 FRB がそんな措置を出すのかということで市場を逆に不安に陥れて、結局1000ドルぐらいまたね値下がりしたみたいですね。まあそれを受けてかどうか分かりませんけども、一瞬 FRB の利下げを見てですねドル円相場の方もぐっと下がってきたんですけども、そこから緩やかに上昇してきていたのが昨日の出来事ですね。昨日の深夜がこうなって、日中1日かけてこういう風に上がってきたよってことですね。まあここでもやっぱりテクニカルを使っていくべきなんですよ。ファンダメンタル的要素があっても結局はテクニカルの方に行くので、それを狙って取るということです。ではどうなるかというと、まずね100日移動平均線が黄色のライン、こういう風に上から押さえ込まれています。で3本の移動平均線がこういう風にね下から下がってきて、でチャートバーはそこに潜ると下に下がるという形で、移動平均線3本の下に位置してるわけなんですよ。で、移動平均線が横ばいになった時も、チャートバーが上に上がって、移動平均線3本に絡むと下の方に行くと。絡むと下の方に行くということを繰り返していってますよね。ということなんで、移動平均線に絡んで、やっぱりね、下の方にずっと抑え込まれてるって状態ですね。だから横ばいから、売り目線ということです。ただまだエントリーするには至らないですね。これでエントリーしちゃうとあんまり何ですかね、含み損を抱えながらずっと推移するってことになると思うんですよ。もちろん上昇する可能性が低いんで、エントリーしといて含み損を抱えながらしばらく様子を見て大きく下に下落する波動を取るっていう作戦もあります。ただ今のところね、私がいつもやっているフォーメーションが見えないんですよ。どこにもフォーメーションがないでしょ。ないと思うんですよ。私ちょっと見破れないというかね。例えばここがダブルトップと思ってやった人もいると思うんですよ。ダブルトップね。で、いまいち下がってないんですよね。で、これは FRB の、明らかな兆候ですから。じゃあ、ダブルボトムがあるかって言ったら別にないと。三尊もないと。サンバガラス出てないと。カラカサ出てないと。包み足。まあ、包み足、これが包み足と言えなくもないんですけども、いまいちですよね。本当積み足だったらドーンと上がっていってもらわないといけないんですけどね。今のところ特徴が出てないです。私のエントリーするべき条件の特徴は出てないです。まあですんで、ちょっと様子を見ましょうということになります。ということでね、エントリーしないときの特徴が今日は解説できたんじゃないかなと思います。どこにもフォーメーションが出てないってことですよね。で、フォーメーション見つかった方がいらっしゃったらご連絡いただければと思います。それでは本日は以上です。